こちらの理科室のエアコンは公費での設置が難しいことから PTA 会費で設置することになりました明東区の本郷小学校 PTA は昨年度学校側の求めに応じ会費およそ43万円を使い理科室にエアコン4台を寄付しました公立小学校の経費は市町村が負担するのが原則のため 名古屋市では、学校への寄付は市教委と協議の上、受け入れの可否を判断するルールがありますが、学校は一切の手続きなしにエアコンを設置していました。東海テレビが名古屋市立の小中学校 PTA に学校への寄付の有無を尋ねたところ、新型コロナや熱中症対策の備品や教室のカーテンのクリーニング費用、給食調理器具など、 昨年度までの3年間で少なくとも100件、1000万円を大きく上回る寄付の情報が寄せられました。そのほぼすべてについて、学校は受け入れの手続きを取っておらず、市教委は寄付自体を把握していませんでした。教頭が会計を担当し、保護者側では寄付の有無や詳細がわからないとする PTA もあり、会費が事実上、学校の経費になっているなど不満の声も寄せられています。 東海テレビの取材に対し坪田智博教育長は寄付受け入れの手続きに不適切なものがあったと認めすべての学校に改善を求める通知を出すとともに実態の調査を進めるとしています。